ございます。テラ、おはよう。外はすごい雨です。すごい雨音、雨がルーフを叩く音がなかなか響いてます。静かなのかうるさいのか比較するものがないけど、意外とランド TP よりも音が大きいような気もするな。ただトラックのエンジン音とかそういうのはすごい遮断されて車内は静かなんです。今外行って雨そんなに降ってないんだけどね、やっぱここ FRP の間の断熱が薄いのかな。ちょっとやっぱり雨音が大きい気がします。まあ、こんなもんすかね。ドアを開けたら雨がボト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 、今ちょっと吹いちゃったからね、落ちてないけど、これポトポト見えない、ポトポトポト、これこれこれ、すごい濡れるんだよ、下が中に落ちてる。ここに雨の日に気になること、ルーフを叩く雨音がちょっとやかましいかなと思ったのと、あとここのひさしみたいなところね、これ雨の日にこうボタボタって水落ちるわけ、 ここからそうすると自分の足の上に落ちてくる感じね、こういう風に落ちてくる。ここになんかいるね、うん、ちょっとそれが気に、その辺が気になりました。すごい雨で雫がついちゃって、曇りがよく見えません。